今日はアカデミー卒業祝いに俺のおごりだ。やったー、ありがとうイルカ先生。ごちそうさま。今日は分身の術も覚えられたし、これで俺も火影に一歩近づいたってばよ。お前な、忍びにとって本当に大変なのはこれからだぞ。よし、お前が本当に忍者としてやっていけるかどうか、もう一度俺がテストしてやろう。そんな。先生、受かったらラーメンおごってくれよな。手加減はしてやらんからな。1本目始め。手を挙げたもんだ。お前なら本当に歴代のホカゲを超えられるかもしれないな。それにしてもよ、やっと忍者になれたと思ったのに、なんで演習なんかしなきゃいけないんだってばよ。なんか頼りがいなさそうな感じの先生だったけど、どんな訓練なんだろう。おいナルト。え、なんだってばよ。カカシとやる前に準備運動がてら実践的な訓練でもするか。本番で足手まといになられちゃ迷惑だからな。俺だってイメージトレーニングで予習はバッチリだってばよ。ふん、ごたくはいい、さっさと来い。二人とも早く行かないと遅れちゃうよ。じゃんだろー、サスケくん頑張って。俺が勝つってばよ。ウォーミングアップにはちょうどいいぜ。1本目、じゃないんだってばよ。油断したか。さ
助けた。大丈夫？てめえ、ナルト！サスケくんになんてことすんのよ！さくらちゃん？言い出したのはサスケの方だってわよ！問答無用！覚悟しなさいよ！なんで俺だけ？さっさと行くぞ。あのさ、カカシ先生、任務じゃなくてサバイバル演習って一体どういうことなんだってかよ。この演習が忍者試験の本番ってわけだ。俺の持ってる鈴を奪い取ることができなければ忍者になるのは諦めてもらうぞ。へんだ、こうなったら先生ぶっ倒して俺の力を認めさせてやるってばよ。世間じゃさ、実力のないやつに限って吠えたがる。強がるのは俺に勝ってからにするんだね。いざ尋常に勝負。ボコボコにしてやるってばよ。さーて始めようか。一本目始め。もう一丁いくってばよ。一人前と呼ぶにはほど遠いが、ま、とりあえずは合格ってところか。やったー、これですっげー任務もガンガンやってやるってばよ。やれやれ、先が思いやられるね、こりゃ。
君を殺したくはないのですが、引き下がってはもらえないのでしょうね。当たり前だってばよ。俺は里で一番の忍者になって、絶対に火影になってやるんだ。残念です。君と同じように僕にも守るべき大切な夢があります。その夢のためなら僕は忍びになりきる。たとえここで君を殺すことになったとしても。どうしてもやるんです。これが俺の忍道だ。君にこれほどの力があるとは、どうやらここまでのようですね。お前とは他のところで会ってたら友達になれたかもな。すみません、ザブザさん。僕はあなたの求めた武器にはなれなかった。白を倒したのはお前らか。おかげでこの橋をぶっ壊す計画も振り出しに戻っちまった。お前が悪の親玉だな。もう思い通りにはさせねえってばよ。こんなところで立ち止まってる場合じゃないんでな。そんなひどいこと絶対にさせないわよ。サスケ君にかっこいいところ見せてやるんだから。あんまりうちのチームをなめない方がいいよ。一癖二癖あるが、こう見えても優秀な奴らだからね。生意気な野郎どもだ。この首切り包丁のサビにしてやるよ。どっからでもかかってきな。ボコボコにしてやるってばよ。お前は俺には勝てねえよ。一本目もういっちゃ甘い。行くってばよ。もういっちゃどこ見てやがる。もういっちゃどこ見てやがる。行くってばよ。なに、もういっちゃ絶対火影になる。
してだ。なぜこんな奴らに。俺にはおかげになるっていうでっかい夢があるんだ。こんなところでやられるわけにはいかねえんだってばよ。夢か。どっかで聞いたようなセリフ言いやがって。この勝負俺の負けだ。僕の名はロックリー、内葉サスケ君、僕と勝負してください。内葉の名を知ってて勝負を挑んでくるなんてな。この名がどんなもんか思い知るか、ゲジマユ。くそくそ、どいつもこいつもサスケサスケって。ゲジマユの相手は俺がするってばよ。5分でぶっ倒してやる。君じゃ僕には勝てませんよ。なぜなら僕は木の葉の下人で一番強いですからね。ゲジマユは俺がやるってばよ。僕が戦いたいのは内葉です。一本目始めろ。よっしゃ、行くってばよ。君以外にもこれほどの忍者がいたとは。君の名前を聞かせてもらえませんか。俺の名前は渦巻ナルトだ。よーく覚えとけってばよ。渦巻ナルト君ですか。またどこかで会いましょう。イルカ先生に任務完了祝いのラーメンをおごってもらおうっと。じゃあ私は。ねえサスケ君、里に帰ったらデートしない？いや断る。そんな。あのさ、あのさ、俺ってばいいよ。うるさい、黙れナルト。やれやれ。